今日も猛暑です。ミツバチは元気で働いています。なので私もちょっと今日は働こうと思います。何をしよう。今日はトイレ掃除です。いや、ここは昔のトイレなんですよね。水垢がだいぶ目立ってきました。あんまり使わないトイレなんだか、なので、そのせいもあるんでしょうが、使っているトイレもうっすらと汚れていたので、今やっつけてきました。こちらの方が汚れがひどいと思います。今日は耐水ペーパーを使って、簡単に水垢汚れを落とそうと思います。手袋と耐水ペーパーさえあれば、一気に解決です。やってみましょう。耐水ペーパー、耐水1500。これかな？私が使っているのはここです。極細です。極細めですね。とっても滑らかです。滑らかなんです。800は試しに買ってみたんですけど、ザラザラで、手にこう、なんていうかな、摩擦が残ります。しつこい汚れとか、傷がついても気にならないものだったら、これもいけるのかもしれませんが、こちらですね。やってみようと思います。トイレ。どれどれどれって。切ったねまず、どうやるかっていうと、耐水ペーパー用意しておきます。ハサミでも切れるし、手でもちぎれます。手袋をして、溜まった水をまず、取り除きます。ポチ、ポチ。排水口に向かって、手でこうやって動かします。そうすると、ここの水位が水位が下がってきます。そうすると水垢が露出してきます。一回ブラシで、トイレブラシで掃除してからの方がいいですね。根本的な水垢だけが残りますから。換気扇の音がちょっとうるさいから。こうやって、手元を押さえながらこう奥に送り込むようにすると、水位が下がります。どうでしょう。露出しますね。水垢のね、汚いのが。で、ブラシでこすったんですけど、ダメでした。マジックリンとか、トイレなんとかなっても全然嘘。これが一番です。耐水ペーパーです。やります。そーっと、こすります。摩擦が手のひらに伝わってきます。汚れたところはね。はい。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。暑いからあんまり時間かけたくないよね。でも、あんまり強くやってもダメですよ。表面だけ落としていくんです。出っ張った表面だけが耐水ペーパーに当たるようにします。力任せよりも、なんて表面をなぜこする。そしてこの耐水ペーパーに徐々に徐々に削り取ってもらうんですね。かんだ。少し取れてきました。結構しつこいですよね。耐水ペーパーでないと、ここで紙やすりがボロボロになります。工作用の紙やすりなど薄いのがあるからってやると、ちょっと散らかって大変なことになると思いますので、耐水ペーパーというものを使ってください。目が細かいので、結構使ってしまうと取れなくなる場合もあります。でも大丈夫。隅っこを使います。私はケチンボですから、業者さんのように何枚も使ったりはしませんよ。端っこのと使ってないところも上手に使いましょう。目が粗いと、この放浪の便器に傷をつけてしまいますので、やっぱり1500ぐらいが私はおすすめだと思いますね。800買ってみたけど厳しい感じです。薄くなってきましたね、だいぶ。ちょっとこれ、コキ使ってるから、落ちにくいかな。では、もう一枚の方、やってみます。あー、音も違いますね、新しいの。これ、たまんないですよね。毎日毎日の豆腐から、これついてると不愉快ですよね。落ちてきました。
表面をなでるようになでるように手のひらでゆっくりゆっくりこすっていきます。ここはちょっとね、忍耐っていうか気長がねお付き合いですよね。削り取るっていうより磨いていこうっていう感じでやった方がうまく取れそうですよね。耐水ペーパーの面積をうまく使って奥の方も行きます。はあ、取れましたね。こっちが取れてない方、取れた方、あ、映ってない。こんな感じです。明かりが難しいな。取れた方、取れてない方、取れた方、取れてない方。こっちも取ります。取りますよ。わずかにまだ残っている。ゆっくり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 、縦に横に縦に横に縦に横に、ゆっくり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 。ああ、すっきりですね。これは便器が薄ピンク色なので、ピンク色なんですよね、便器が。かわいい。